生きているのか。オルガが捕まえたのです。ゲノム情報も調べましたが正体がつかめません。 NSA、CIA、FBI どこのデータベースにも存在しません。存在しない機関ならぬ存在しない男です。だろうな。だが私はこの男を知っているぞ。ん？起こせ。久しぶりだな、ジャック・ザ・リッパー。この男をご存知で？私を覚えているよな。大きくなった。大量のインプラント、奴らに記憶もいじられたか。こいつは私の息子。何もかも私が教えてやったのだ。ジャック、お前にまた会えるとは思わなかった。なぜだ、なぜ俺の名を。まだ思い出さないか。お前にその名を、そして殺しのすべてを教えてやったのは私だ。1980年代、内戦。あの戦いで活躍したチャイルドソルジャーたちの中でもお前は一目置かれる存在だった。わずか10歳でスモールボーイユニットの小隊長になり、誰よりも殺した。人はお前を白い悪魔と呼んだ。あるいはジャック・ザ・リッパーと。ジャック、私がお前の名付け親だ。内戦終結後、救済センターを抜け出し、どこで何をしていたかと思えば。そうか、お前も奴らに飼われていたとはな。面白い偶然ですな。奴らの手先ならば、喋るだけの情報も与えられていないだろう。どうします？お前の言う使い方を試してみよう。デッドセルたちは、好きにさせておけ。またか。まさかあの男もここに。うん。1時間後にアーセナルギアのお披露目を行う。通常兵器での攻撃を。予定通りな。 GW の方は順調です。兵員の装備は？ない。これまでの武器装備を破棄、すべてアーセナルギア装備に。ビッグボスに瓜二つですね。そうか、この小僧にも少しは感謝しなくてはな。確かにこのシチュエーション懐かしい。ここはどこなんだ？アーセナルギアの体内だ。しかしシャドウ・モセスの記憶の中でもある。もう用は済んだろ。これは返してもらった。邪魔が入った。また後で話そう。動かないで。そのままで。カメラで見られている。一体、君は？体内通信に切り替える。ミスター X も忍者も。そう。
私。君はロシア兵のリーダーじゃなかったのか。いいえ、それは表向きの役割。表向き？ええ、本当の役割はあなたのサポート。俺のサポート？誰の命令で？大佐か？いいえ、愛国者たち。なんだって？私は部隊のみんなを騙し裏切っている。どういうことなんだ？子供が愛国者たちに捕らわれているの。2年前、あのタンカーと一緒に父を失った後、行くところのない私たちはロシアとつながりのある非合法組織に拾われた。マフィア？そう呼んでもいい。だけどそこが愛国者たちの下部組織だと知ったのはずっと後のことだった。身重だった私は何も知らずに奴らの病院で子供を産んだ。目が覚めた時はもうあの子は奴らに奪われていた。今もこの国のどこかで暮らしている。会ったことは？ないわ。月に一度ネットワーク経由で映像が送られてくる。私はまだあの子をこの手に抱いたことはない。そうか、そういう事情なら仕方ないさ。誰も君を責められない。そうかしら。スネークとは、彼とは敵対していたんじゃ？彼らは父の仇じゃなかった。命の恩人だったのよ。2年前、沈没するタンカーから私たちを助けてくれたのは彼らだった。初めから組んでいたのか？いいえ、事実を知ったのはついさっき。え？ここで戦った時。スネークと戦った？いつ？ちょうどあなたが女の子と手をつないでいた頃ね。あいつ。手を組んだのは恩返しってわけか？いいえ、相互利益のための協力ってところね。利益？あなたをサポートすること、それが私に課せられた役割。ソリダスがアーセナルを手に入れればあなたの任務も失敗。私も役割を果たせなかったとみなされる。愛国者たちはあの子を殺すわ。だからあなたたちを助けることがあの子を助けることになる。全ては子供のためか。だがなぜ愛国者たちが俺を助けようとする？ソリダスを倒すためか？いいえ、あなたも私と同じ骨の髄まで利用されている。何を言ってる？ S3 計画。ん？いずれわかる。その辛さを克服できるかどうか。どういうことだ？時間がない。ソリダスは今にも攻撃を開始する。奴を止めなければ。ウィルソン？まだ効果は現れていない。やはり愛国者たちが手を加えていたようね。聞くのか？わからない。これを外してくれ。今はできない。私がここを出てから拘束を解除する。俺の装備は？スネークに預けた。ここでは渡せない。彼はどこに？この先に格納庫への通路がある。そこで待っているはず。格納庫へのカードキーも彼に渡してある。スネークはアーセナルギアを破壊するつもりだろうか？いいえ、完全に破壊することはいくらスネークでも無理。だからソリダスたちを倒すしかない。君はどうする？私は潜伏する。それが役割。まだ奴らに気づかれるわけにはいかない。オルガ、こんなこといずれはバレる。いい、しばらくしたら解除するから。覚悟して。大丈夫？ああ。ジャック、ソリダスの話、本当なの？本当だ。信じられない。そんなことが。子供を徴兵したり、戦闘グループに参加させたりすることは禁じられているはず。法律なんて、戦場での歯止めにはならない。今現在も戦闘に参加している子供は30万人以上もいる。俺もそのうちの一人だった。覚えてたの？記憶を操作されていたんじゃ？いや、毎晩うなされていた。過去の断片に。なぜ今まで言ってくれなかったの？君に理解できるはずがない。そんなの言ってくれなきゃわからないじゃない。君を苦しめたくなかった。俺には戦う理由などなかった。物心ついた頃から銃を握らされていた。あいつだ、あの男に。でもそれは罪じゃない。一日を戦えば褒められた。食事にありつけた。
屋根のある寝床で安眠することができた。最初に AK を握らされた時はまだ6歳だった。いや、年齢も定かではない。ジャック、俺はスネークとは違う。戦いに疑問を感じたことなどなかった。目的があったわけでもない。出口のないトンネルをただ銃を突きつけられて歩くことを強いられていただけだ。銃を取らない奴はみんな殺された。あなたを責めるつもりはない。毎日ハリウッドのアクション映画を見せられた。マッチョな男が銃を持って戦う映画だ。イメージトレーニングと言ってな。俺たちは作られた。キリングマシンとして。日に一度の食事にはガンパウダーが混入されていた。ガンパウダー？火薬のこと？そうだ。ガンパウダーには幻覚作用をもたらすトルエン成分が含まれている。麻薬漬けにされたんだ。そんな。内戦が終わって生き残った俺たちは保護された。それからはこの国でさすがに衣食住に困ることはなかった。しかし今も何も変わってない。俺たちの過去を黙認してくれるのはやはり闇の世界しかなかった。毎晩うなされる。忘れることはできない。ジャック。夜が怖い。だから君の隣では眠れない。言ってほしかった。何を？これが根っからの殺し屋だったってことか？そうじゃないわ。この世で一番憎むべきもの、それは自分の過去だ。誰にも知られたくはなかった。君にも。だが俺がこのミッションに選ばれた理由がようやく分かった。あの男を倒すため。あの男を倒すにはこの俺でなければならない。この日のために俺は奴らに生かされていたんだ。ソリダスに会って分かった。ジャック、信じて。私、今のあなたが好き。私、確かにあなたのことを何も知らなかった。どこで生まれてどう育ったか、今日までね。でもこれからもっとあなたを好きになる。あなたの過去も受け止める。無理だ。他人が俺の過去を背負うことなんかできっこない。俺には恋人たちが語り合うような楽しい過去はない。みんなそうなのよ。楽しいことばかりじゃない。辛いことや悲しいことを共有するから。ジャック、信じて。俺は俺の過去を誰とも共有したくはない。ただ忘れたいんだ。ジャック、私もあなたに自分の過去を。ロース、君と過ごした2年間は本当に楽しかった。ジャック。でもそこまでだ。それ以上は踏み込めない。君が俺のプロポーズを心待ちにしていたことは知ってる。それは。でも俺にはできない。俺には家族を作ることはできない。あの体験を白紙に戻すことはできない。ジャック、わかった。それ以上言わないで。とりあえず装備を取り戻さないことにはどうにもならない。あの男と合流して装備を取り返すんだ。その先であの男が待っているとオルガが言っていただろう。その部屋から出て北に進むんだ。ライデン、いいか、任務を続行しろ。装備がない。スネークを探さなければ。あの男はシミュレーション要素には入っていない。あの男に構うな。裸ではどうしようもない。ここはかなり室温が低い。そうだな。その格好では攻撃もエルードもできない。装備はスネークが持っているらしい。ライデン、ソリダスたちを倒せ。アーセナルを無傷で奪い返すんだ。大佐、あんたは愛国者たちの命令で。君の今回の役割。いや、任務は単独潜入してテロリストを武装解除し。また役割か。これは一種のロールプレイングなのだ。役割を果たせ。役割を演じきるのだ。大佐、思い出したんだ。なんだ。俺はあんたに直接会ったことがない。一度もな。任務をシミュレーション通りに貫通するんだ。大佐、あんた誰なんだ。それ以上の詮索は無用だ。ローズマリーはこちらが預かっている。それはどういう意味だ。いいな。
ライデン。ライデン、今すぐにゲーム機の電源を切るんだ。なんて言った？任務は失敗に終わった。今すぐ電源を切れ。一体どうしたんだ？うろたえるな。これはゲームだ。いつものゲームなんだ。長時間プレイすると目が悪くなるわ。何を言ってるんだ？ライデン、聞いてくれ。先週の木曜のことだ。私は車で家に帰る途中だった。家まであと2マイルほどのところ、ふと目を上げると東の空にオレンジ色の光る物体が見えたんだ。とても不規則に動いていた。そして次の瞬間、辺り一面が強烈な光に包まれ、気がつくと私は家に着いていた。どう思う？どうって？わかった、もういい。しかし随分長い間ゲームしてるな。他にすることはないの？あった。実は言うべきか言うまいか迷っていたことがあってな。やはり言っておこうと思う。先週の土曜日の朝、ローズ君の部屋から男が出てくるのを見たんだ。なんというか、その、とても親密な感じだった。すまない。任務中にこんなことを。ベイカー社長は地下2階で君が壊した壁の南のエリアに捕らえられているのだ。テロリストが起爆コードを聞き出す前に彼を救出する。敵要塞アウターヘブンに潜入。最終兵器メタルギアを破壊せよ。川西の瀬口、絹の部橋、竹山、ウグイスの森、鈴宮滝、多田、白野、一の鳥、宗の山下、笹部、高平、こちら、両県。私の我慢にも限度がある。もう君には任せておけ。私が出撃する。君はもう帰れ。アネモネやクレマチスは汁がつくとかぶれることがある。剪定するときは手袋をした方がいいかもしれないが、私は前世でアメリカ血の一人だったんだ。あの頃は楽しかった。君の前世は何だ？ PSG-1 を手に入れたんだな。それがあればスナイパーウルフに対抗できるはずだ。メリルを助けてくれ。バラエティレベル13、ゲノラの逆襲。メリルを助けろ。ジャック、私よ。ああ、ローズか。ジャック、私、謝らなきゃいけないことがある。さっきのことならすまなかった。違うの？なんだ？2年前あなたに初めて会ったフェデラルホール、あれは偶然ではないの。私、あなたを監視するように。俺を監視？そう、愛国者たちに雇われて。スパイ？そういうことになる。その言葉は嫌いだけど聞こえてる？俺と体を重ねたの任務だというのか？あなたと恋に落ちたのは。卑劣な。言い訳はできない。この2年間あなたの私生活をレポートしていた。あなたの行動、言動、細かなことまで。さぞ楽しかったろうな。でも報告してないこともあるわ。私の気持ち。今回も最初からそういうことだったんだ。俺が迂闊だった。君のようなアナリストを極秘ミッションに参加させるわけはない。悪いのは私。俺はどこまでも利用されたわけだ。私はあなたに気に入られようと必死だった。あなたの好きな髪型、服装、仕草、話題、あなたが好きと言ってくれた私の髪も目の色も嘘なの。俺のデータを調べ尽くしたんだろ。それが任務だった。まんまと引っかかったわけだ。でも本当の自分を、本当の私をあなたに愛してもらいたかった。私にはそれが辛かった。それが悲しかった。私は疑似恋愛を強いられたの。あなたを騙し続けることよりも自分を騙し続けることの方が辛かった。あなたが私を強く愛してくれればくれるほど、あなたが愛しているのはマニュアルに従った私。つまり俺の方も疑似恋愛だったってことか。ゲームだったんだ、ジャック。それを聞いて少しは気が収まった。え？嘘の人格を愛していたんだ。いや、愛していたつもりになっていた。嘘の相手を愛することで嘘の自分を演じていた。俺は本当の君を知らない。俺が知ってるのは嘘の君だ。今話している君じゃない。
それだけは分かった。だから俺は奴らに騙されたわけじゃない。ジャック、私演じていたつもり、それが任務だったから。でもあなたを愛したのは全てが演技じゃない。俺を信じろというのか。ヒースさん、君にもいろいろ事情があったんだろ。それはわかる。でもこれで、ジャック。え、私お腹に、お腹に、私妊娠している。あなたの赤ちゃん。どうした、ローズ。その格好でよく来れたな。スネーク。待たせたな。えいし、俺の装備はそこにある。よし、それでいい。武器と装備品はお前が捕まった時のままだ。悪かったな。アーセナルに潜入するためにお前を出しに使わせてもらった。おかげでうまくいった。オルガのことなぜ黙っていた。聞かなかっただろ。気に入らんか。まっすぎたことだ。気にするな。ウイルスの効果はまだ出ていない。やはり愛国者たちの仕掛けが。らしいな。アーセナルはマンハッタンに向かっているようだ。ソリダスが何をする気かは分からんが、俺たちで何とかするしかない。この先に量産型レイが待ち構えている。何機？オルガが言うには25機。25機？はあ、俺もそれだけのメタルギアを相手にしたことはないが、いけるだろう。いや、とても相手にはできない。だがやるしかない。どうやって？スティンガーミサイルを補給しておいた。そうだ、オルガからこれを預かった。なぜこれを？オルガからお前に渡すように頼まれた。刃物は俺の趣味じゃないしな。右スティックを上下に振れば上下に切り、左右に動かせば水平に薙ぎ払う。一回転させれば回転切り。押し込めば月が出せるはずだ。 L1 ボタンを押している間、ブレードで防御ができる。10段くらいなら弾き返せるだろう。ふざけるな！さあ行くぞ。弾薬が足らなくなったら俺のやる。あんたの弾を。心配いらん。無限バンダナだ。スネーク、待ってくれ。どうした？スネーク、人を殺すたびに喜びを感じたことは？どういう意味だ？わからない。これが現実なのか、ゲームなのか。現実感の欠如。VR 訓練の影響だ。いや、現実に訓練されたんだ。子供の頃に。スネーク、俺は嘘をついた。実戦の経験をしている。 VR の影響じゃない。ライデン、俺たちは人を傷つけるために銃を握っているわけじゃない。ましてやどこかの政治家のためでもない。あんたは伝説のヒーローだ。俺はジャック・ザ・リッパー、封印された歴史の終わり。伝説でも何でもない。俺も利用されただけだ。俺もお前と同じだ。あんたの行動は語り継がれる、正当化される。人殺しが正当化されることなどない。正当化される時代もない。俺たちは自分の功績を残そうとしているんじゃない。なら、あんたやオタコンは何のために戦ってる？俺は未来のために銃を握っている。いいか、つまらん殺戮に手を貸すのは、これで終わりにしろ。俺は、どうすればいいんだ。信じる者は自分で探せ。そして次の世代に伝えるんだ。何を？自分で考えろ。行くぞ。
スネーク、ライデン、オタゴン、無事だったか。うん、人質もみんなね。それはよかった。君たちの方は大丈夫かい。今のところは、ただただ大佐の様子がおかしいんだ。おかしい。ああ、一体どうしたのか。妨害電波。わからない。大佐はどこから指令を。わからないんだ。俺は大佐に会ったことがない。調べてみるよ。頼む。他にも何かあったら無線連絡をくれ。サポートできると思う。周波数は 141.12 だ。その通路の北に扉がある。ソリダスたちはその先にいるはずだ。スネークと一緒に北に進むんだ。スネークのライフが君のライフゲージの下に表示されている。一蓮托生だ。いいね。大丈夫だとは思うけど、スネークが危なくなったら援護してやってくれ。頼むよ。ライデン、気をつけるんだ。そこの兵士は特殊兵装を身につけている。ああ、これが例の天狗部隊とかいうやつか。ブレードを装備している天狗は銃弾を弾く。こっちもブレードで対抗するんだ。練習は十分だろ。ブレードで銃弾を弾くといっても、さすがに足元は防御できないはずだ。銃を使うなら主観攻撃で足元を狙うといい。ライデン、見るんだ。ああ、これが量産型メタルギアレイ。メタルギアレイはもともと海兵隊主導で対メタルギア用兵器として設計されたものだった。でも量産型はその基本設計だけを流用してアーセナルギア護衛用に再設計されたものなんだそうだ。メタルギアを守るためのメタルギア。エマが教えてくれた。量産型メタルギアレイは機関制御システムに GW を置いた高度な共同光線能力を持っているらしい。複数のレイとアーセナルギアが相互に通信し合ってデータを完全に共有するんだ。全てのレイが統一された思考のもとに脅威目標に対する探知、追尾、迎撃を有機的に連携して行う。子にして善、善にして子ってわけだ。資格はない。レイの群れに守られることでアーセナルギアは巡洋艦や駆逐艦の護衛なしで単独行動できるようになるんだ。そこにある量産型メタルギアは整備中みたいだ。動き出す心配はないと思う。先に進んでくれ。奴らが持ってる銃は P90、 パーソナルディフェンスウェポンと呼ばれるライフルと拳銃の中間に位置する兵器だ。P90 は拳銃の扱いやすさとライフルの貫通力を持った兵器と弾薬のセットとして開発されたものだ。弾薬は新設計の 5.7mm×28 弾を使用している。毎秒 715m という高い銃口初速を持ちながら、弾体重量は 2.02g と軽いから反動は拳銃並みに小さいんだ。貫通力も高い。 100m 離れていても普通の防弾衣なら簡単に撃ち抜くよ。本体は全体がプラスチックでできていて、左利きの人でも問題なく使えるように左右対称の作りになっている。装弾数は50発。マガジンは銃の上部にセットされるからプローン射撃の時も邪魔にならない。とにかくその連射性能と精度は脅威だ。まともに撃ち合ったりしない方がいいだろうね。ブレードを使って防御すれば P90 の連射も弾けるはずだ。奴らが身につけている特殊兵装は DARPA で開発されていた外骨格技術を導入したものみたいだね。兵士の全身を装甲で覆い、人工筋肉を取り入れたアクチュエーターを装備して生存性と戦闘力を増幅させた強化服だ。人工筋肉によるヒューマンストレングスアンプリフィケーションで兵士はより重い火器を携行してより早く、より遠くまで行動できるようになる。つまりより高い地上偵察能力と戦場支配力を実現できるってことだ。特殊兵装を装備した敵兵士は人間離れした運動能力を発揮するはずだ。気をつけて。大佐のことは何か分かったか。ますます様子がおかしくなってるんだ。いや、まだだ。もう少し時間をくれ。遅れるな。今だ。行け。早く来い。
ライデン、大佐のことだけど、わかったんだ。君の大佐がどこにいるのか。どこだ？そのアーセナルの中。何？いろいろな要素を検討したんだけど、中継ではなくアーセナル内部から発信されているとしか考えられない。それに暗号化コードが同じなんだ。 GW アーセナルの AI と。どういうことなんだ？つまり君が喋っていた相手は AI なんだよ。嘘だ。本当だ。正確には GW そのものじゃない。おそらく GW からの信号が君の脳内ナノマシンを動かし、脳の使用されていない上長部分の神経配置を機質操作して大佐を発生させるっていう仕組みだ。つまり大佐は君の脳の中に存在する。バカだ。でも事実なんだ。大佐の様子がおかしくなっているのは多分あのウイルスが GW に効き始めたせいだと思う。全て幻では、俺が今までしてきたことは。ライデン、スネーク、どういうことなんだろう。わからん。俺に言えるのは、俺の目の前にいるお前は幻じゃないということだけだ。お前は確かにここにいる。どうする？やめたければやめてもいい。いや、やめるわけにはいかない。行こう。ライデン、ローズ君が奴らに拉致された。何だって？ローズ君は戦争に捕らえられている。罠だぞ。助けて。ローズ！落ち着け、ライデン。しかし奴らの罠だ。大佐は存在しない。ローズを拉致できるはずもないだろう。そうか、そうだな。そうだ。そう、ローズも存在しない。何を言ってるんだ。彼女は、いや、ひょっとしたら俺は彼女と会ったことすらないのかもしれない。何よ。大佐が俺の脳の中にしか存在しない幻だったように、彼女も、彼女との思い出も。結論を急ぐんじゃない。大佐が存在しないという結論を出したのはあんたたちだぞ。ライデン、オルガが言っていたのはこのことだった。やっと会えたわね、ソリッドスネーク。不幸の元凶。何？2年前、お前が父を殺した時から私たちの不幸が始まった。大切なものが皆死んでいく。なのに私だけが死ねない。終わらない悪夢。私たちはそれを終わらせるためだけに生きてきた。でもようやくそれは果たされる。本当に過去を打つつもりか？誰も私を殺せない。だから私は、私以外の全てを殺すだけ。まずはスネーク、お前からだ。まずい。おしめは俺のようだ。お前を先に行け。おい、俺が楽にしてやる。どうする？この女には弾が当たらないぞ。なんとかなる。この世に魔女などいない。お前なら私を殺せるとでも？
お前らの不幸など俺には分からん。だがこれだけははっきりさせておく。お前の親父をやったのは俺じゃない。そんな誰ごと、誰が死んでるか。ライデン行け。ジャック、お前の戦い方を見せてもらったぞ。思い出したようだな、人の殺し方を。それとも S3 計画の成果か？何を言ってる？オセロットが GW から S3 のデータを発見したときは驚いたものだ。だが、よく考えれば悪くない計画とも言えるな。毒を持って毒を制す。スネークの兄弟である私を倒すための資格としては最適だ。 S3 計画、ソリッドスネークシミュレーション。史上最高の兵士ソリッドスネークを人為的に作り出す養成プログラム。徹底した VR 訓練によって作られた存在しないフォックスハウンドの隊員。ジャック、お前は奴らに作り直されたんだ。ソリッドスネークの模造品として。残念だよジャック、よりによって愛国者たちの道具に落ちるとは。だが私もお前を利用させてもらった。奴らの計画を逆手にとって、お前の侵入、ソリッドスネークの出現、我々の中に愛国者たちの手先が入り込んでいることは明白だ。作戦が最終段階に入る前にそいつを駆り出さねばならなかった。そのためにお前を餌に使った。ジャック、あの内戦の国で過ごした日々は真実だったな。生か死か、毎日が絶対的な現実に満ちていた。そこから逃げ出したお前が今度は虚構に操られて戦場に戻ってくるとは。いずれにせよつまらんごっこ遊びはこれで終わりだ。これ以上お前を泳がせておく意味もない。それなりの相手を用意してやった。さあ最後はせめて私のジャックとして死んでくれ。やっと来た。
君の正体はもう。私が時間を稼ぐ。その間に逃げて。どうするつもりなんだ。死ぬつもりか。あなたの体内にあるナノマシンがあなたの生命反応を送信している。愛国者たちに向けて。あなたが死ぬと私の子供も死ぬようにプログラムされている。なんてこった。なるほど、それで舞台を私に売ったのか。大勢死んだぞ。皆お前を信じきっている。あいつらはお前の仲間じゃなかったの。仲間じゃない、家族よ。私は地獄に落ち、でもあの子だけは。いい覚悟だ。ならば地獄に落ちてやろう。死ね。たちか。わかりません。オセロット、貴様今まで何をしていた。もう手遅れです。アーセナルの全制御システムに異常が。アーセナルが緊急浮上しています。ふざけたまでを。連れてこい。